Mercury Production.
今回初めて、親と子の愛っていうか、そういう、歌を書いてみました、今までもたくさんラブソングは歌ってきましたけれど、割と男性と女性の愛が多かったんですね。で今回はその男性と女性の愛だけじゃなくってもっと大きな意味での、愛をぜひ描いてみたくて、で私にも娘がいますし、まあ子を持つ親の気持ちっていうか、なんかそういうのが最近つくづくなんかしみじみといろんな思いを感じますし、たくさんのそういう同じような思いを持った方がいらっしゃると思ったので、今回ぜひ、そういう歌を書いてみたいなと思いました。そして今回は初めてビデオの監督っていうかディレクターもやりました。すごくまあ、母親として、この詩はすごく、この歌はすごくなんていうか大事だったし、すごくはっきりとしたものが頭の中にありましたので、それを自分の手で、映像にできたら、形にできたらどんなに素敵かなって思って、一つ夢が叶ったという。